元キンプリヘイヤ仕様の海外進出を阻んだのは、ジャニーズ事務所が正式回答。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングピンス、キンプリ、メンバーだった平野仕様26が22日夜に記述した有料会員制サイトのブロックが物議を醸している。 グループとして目指した海外進出に周囲から NG を突きつけられたと言わんばかりの内容だったからだ。では、平野は誰から NG をジャニーズ事務所は取材に関与を否定した。平野はキンプリを脱退し、ジャニーズを退場する22日、有料会員制サイトのブログでキンプリファン、ティアラへ感謝の思いを綴った。その中で、ジャニーさんごめんねー。 目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。とさらっと記述。目標が何で誰からできないと言われたのか明かさず物議をかしている。キンプリは2019年7月に亡くなったジャニー北川前社長が生涯最後にデビューさせたグループ。メンバーはジャニー氏に将来的な海外進出を目標に掲げた。平野のブロックの目標。 は、海外進出を指すのだろう。ただ、平野らがこの目標を抱き続けたのに対し、長瀬廉24、らは国内のテレビ、映画出演への思考を強め、平野らのグループ脱退とジャニーズ退場に至った。テレビ局関係者の話。 その前段でかねて関係者の間で指摘されたのが金プリのメンバーがジャニーズ側に海外進出を訴えたけどなかなか聞き入れられなかったという話でした。ジャニーさんの死後、海外進出が父として進まないと焦り、ジャニーズ側に不満を抱くように。それで海外を目指したいメンバーと国内で活躍したいメンバーで温度差が生まれたと言われました。 つまり、海外進出という目標の挑戦にできないとしたのはジャニーズ側だったという見立てだ。平野がキンプリメンバーとして最後に放った告白はティアラに称賛され SNS でバズった。ジャニーズ側が平野に海外進出は厳しい旨を伝えたとの情報は事実かとジャニーズに取材すると、 海外進出に対して厳しいと明言した事実は一切ございません。と断固否定した。では、平野のブログは何だったのか。平野は金プリを飛び出したが、グループのことが大好きだった。特に、20日に終了した日本テレビ系冠無理バラエティ番組、キングプスルの収録を楽しみにしていた。 収録は水曜日で平野さんは全メンバーが揃ってユニークな企画に挑戦する水曜日を楽しみにしていました。直近の収録日は4月は12、26日で5月は10日。この日に特番を収録し、すべての収録を終えました。平野さんがもう水曜の収録はないか、と力なく洗ったのが印象的です。 5人体制で続いていれば24日が収録日でした。前で関係者。長瀬良は23日、SNS でライブ配信を行い、キンプルの後継ぎとして7月1日から新番組、キントレ、狩りを始めると発表した。東スポウェブ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。